に行われているイベントや取り組みを紹介する海と日本プロジェクト in 佐賀。さあ今回はこちらです。佐賀県唐津市の海がある真剣勝負の舞台となった。集まった若者たちが行うのは海のゴミ拾い。ゴミ拾いとスポーツを融合させた、その名もスポゴミ甲子園じゃ。やあ、あ、自分です。いや、ボランティアやっぱり参加したいなと思って、楽しみながらゴミを拾えるのはとてもいいことだなと思ったので参加してみようと思いました。ルールはご覧の通り。どんなゴミがどれくらい集まるのか、みんな頑張っておくれ。おっと、なんだか便利そうな道具じゃな。あの、家にあった廃材で作りました。まあ、木材は元から家にあったやつで、あのケージはもともと犬のやつで組み立てました。はい。道具にも工夫してみんなで頑張ったんじゃな。さあ競技が終わったようじゃ。何、これが全部海岸に落ちていたとは。お願いします。そして海と日本プロジェクトスポゴミ甲子園佐賀大会、栄えある優勝チームはムッツリーズです。優勝したのはこちらの男子チーム。出場してどんなことを感じたのかな。まずゴミを捨てないことが一番大事だと思うので、まずは自分のゴミは自分で持ち帰るようにしたいし、見つけたら拾って帰るようにしたいです。優勝できるようにたくさんゴミを拾いたいと思います。その全国大会に進んだ3人、寒空の下佐賀県の代表として健闘したぞ。できるできる。燃えるゴミ 0.10。 お疲れ様。我々もこれ以上海にゴミを出さないことを意識して暮らしていきたいな。ジェンジオータムルー。海と日本、見てくださってありがとうございました。 Twitter、Instagram、チャンネル登録よろしくお願いします。